はい。どうも皆さん、こんにちはです。アフターマスということで、今回から、この、ロメロズアフターマスというゲームを、やっていきます。どういうゲームかと言いますと、まだね、私もやってなくて、初見で、キャラクタークリエイトからやってますけど、スクリーンショットで見た感じだと、こう、ゾンビがいて、まあ、ゾンビの世界でこう、サバイバルをするっていうゲームですね。うん。こう、家とか作れるのかはわかんないんですが、まあ遊んでいこうかなと思います。オーバーラルクオリティ。これ、ウルトラでも別に大丈夫じゃないかな。で、ちょっと、あ、フィールドオブビュー。あ、これいいか。音が、あ、マックスか。オッケーオッケー。オッケー。コンティニュー。で、ゲームスタート。プレイゲーム。来た。で、サーバーでこうやってく、まあ、アークサバイバルエボルブとか、H1Z1 とかそういうものですね。で、このサーバーのオプションっていうのもついてるんだけど、全部同じかなこれ。全部同じだね。じゃあ、プレイヤーが、まあ、ちょっといる、ここら辺で。PVE。PVE、あ、PVP じゃないんだ。ってことは人間同士で争うっていうことはないですね。いいね。やってこう。さあ、来た。無料なんですね、このゲーム。見た感じすごい面白そうなんだけど。どんな感じのゲームかは全然わかんないんで。ね、3人ぐらいでゾンビを相手にこう、サバイバルしたいよね。まあ、私は一人でね、やっていきますけど。ロードショット長いか。さあ、来ました。これがアフターマスの世界かな？ほう。あー、なんとなく H1Z1 っぽいね。うん。これゲームノートちっちゃいかな、ちょっと。マックスなんだけど。あ、E でハーベスト、あ、ツールがないって書いてあるね。で、ガーゼ、バンドエイジと水1リットル持ってるみたいですね。あの石像なんだ、これ。レクイエム ?Y で、あ、Y で、レクイエム、え、どういうこと、わからん、わからん。うん、とりあえず、まあ、手探りでやっていこう。この家の中は？ゾンビがいるんだけど、どこなんだろうね。いないね、今んとこは。お、え、誰か暮らしてんの、これ。あっち、あっち、あっち、ちょっと、あっち。ちょっと食らっちゃった。1ミリぐらい食らっちゃった。これなんだ？え、これ誰かのやつじゃないの？誰かの基地か、これ。PVE だからね。誰か作ったんだ、多分。はぁ、なるほど。ってことは、ああいうオブジェクトも誰かが置いたってことかな。あ、あるじゃん、コンビニ。違う、ガソリンスタンド。ほう、あ、ゾンビいるし。地面踏む音が、ゾンビが来てる音かと思った。
ほー、グラフィック的にはまあ、H1Z1 に近いね。結構。コスベルってとこかな、これ。おう、あれ、今 HP 減った？殴るだけじゃ HP は減ないみたいですね。アークサバイバルだったら、キー殴ったら死にそうになるけどね。そういうことはない。ゾンビいたね、あっちにね。ほら、いるもん、そこに。いるわ。結構いるな。さあ、ここにアイテムが、おっと！バックパックじゃん、これ。来た。え？インベントリー、どこだ？あ、キャンプファイヤー、人参持ってる。え？ウェポン持ってるじゃん、これ。ウェポン持ってるんだ。あ、2番で。3番がバンドエイジか。4番が、水、飲んじゃった、今。飲んじゃったか。まずいな。あったあった。H1Z1 みたいに、こう、あれだね。バックパックがあると、すごいいっぱいアイテム持てんのかな、多分。いいぞ。順調だぞ。ここにもあるんだけど。誰か置いてったやつかな。すげえいっぱいあるんだけど。ピックアップ。あ、中を調べたりっていうことはできないんだね。さあ、ガソリンスタンドの中行ってみよう。で、銃があるんで、このゲーム。銃が欲しいよね。開かないか。あ？すげえ、なんだこれ。でけえ。え？ It already has fuel。どういうこと？わからん。こっちは？なんもないか。木を壊したりは？いけそうか。いけそうだぞ、これ。無理か。結構広いのかな、ワールドは。広そうだよね、かなり。さあ、あっちの方行ってみようか。コンビニ行ってが、この中は入れないみたいですね、どうやら。お。重火器ありそう。重火器。あ、水かな、これ。水。水とこれ。これなんだこれ。オイル。オイルと水。こっちは？あ。なんだこれ。スキシュシュシュシャラテイ。ってやつですね。あとこれは？あ、これ炭だね。そんなとこかな。武器となるものはないね。ナイフしかね。ナイフ最初から持ってるっていうだけで。まあ、ありがたいね。何もないよりはね。ゾンビ倒してみようか、ちょっと。このゲームのゾンビがどんな感じなのか。ああ、来た。ああ、なんか奇想天外の動きしてるけど、こいつ大丈夫？あ、結構なんか H1Z1 だね、本当にね。H1Z1 っぽい。結構リアル。でも、おい。勝て。よし。解体作業？解体はできないかな。すごいデジタル迷彩の服着てる、このゾンビ。軍人かな？解体はできないね、特に。できないみたいですね。この F2 グローバルとかっていうのは、チャットか。オッケーオッケー。さあ、めっちゃ家あるね、これ。すげえ家ある。おお、いいね。住宅街じゃん、ここ。ゴミは？アップル。ジューシーアップル。ゴミ捨て場にあるアップル、ジューシーアップルなの、これ。あ、砂糖。ほう。こんな捨てちゃっていいのかな。さあ、こちらは、あ、ゾンビ。早いね、足ね、ゾンビ。あ、来た。ふっ。ふっ。ふっ。オッケー、いいぞ。ナイフ強い、ナイフ強い。ナイフでこれやっていけるな。オッケー。解体はできない。なんかちょっとカクカクしてる？ウルトラはさすがに厳しいかな。はいぐらいで。コンティニュー？あ、コンティニュー押せないんだけど。あれこれ。まずいな。固まったかな。Your new settings have been appeared. コンティニュー押せへん。コンティニュー押せへんねん、これ。はい、ちょっと設定の方を落として、まあ、ぬるぬる動くようにしました。あ、大丈夫かな？
大丈夫ですね。はい。やっていきます。ドレイン X。とりあえずね、何が何だかわかんないから、とりあえずこの所持上限が来るまでは、ひたすらアイテムを取っていく感じ。クラフトとかできんのかな、このゲーム。こういうゲームはクラフトできるよね、多分。まあ、さっき、プレイヤーが作った家みたいなのあったからね。そういうクラフト要素もおそらくあると。C とかでクラフト、あーちすげえイケメンじゃん、これ。C 押したら三人称視点になったんだけど。あ、こういうキャラです、私。このね、顔見えないな。モヒカン。うん。これ、どうしよう。なんか適当にボタンを押して正面からのアングルにしたいんだけど。おっと何が出た、あ、え ?M?M? M? あ、違う。何 ?M か。クラフティングあるね、ここに。キャンプファイヤーと、マゲシットシェルター。おー。え釘が20個必要だけど、1個しかないと。厳しいな。おー、作れるんだ、これ、普通に。銃とか、プラスチックとかメタルとかあれば作れるんだ。お、すごいね、これ。あれ、このゲームすごいぞ、ちょっと。無料、あーじゃ、銃弾も作れんの、これ。メタルと、プラスチックとかあれば。はぁー感心しちゃったわ。まずシェルター。まずシェルターとかとりあえずね、その集めていこうと思います。あ。あれ、広くね広い。今私がいる都市がこれですね。インフェクテッドエリア。インフェクテッドじゃないエリアもあるってこと？こことか。セーフゾーンって書いてある。ほう。セーフゾーン。これなんだ、この銃がこの交差してるマークは。トレインステーション。はぁ。感染してないエリアが、ここかな多分。ちょ、そっちの方を目指して行ってみようか。いいね。マップあるのいいね。走ったりはできるね。オッケー。さあ、で、そっちの方に行くとすると、あ、その前にこのマップの今私がいる地点ここなんで、ここに行ってみようか。このゾンビエリア。自分からゾンビエリアに行く感じになっちゃったけど。さあ、三人称視点。いや、すげえかっこいいな、これ。この人。なぜモヒカンなんだ。さあ、ここ？ここら辺だよね。ここかな？これ何なの？さっきからあるけど。ジェネレーター？勝手にジェネレーターこれ、起動みたいな感じしてるけど。いや、オールレディなんちゃらって出てるから、できないね。こちらは？何にも音ないんだね、このゲーム。ジェネラルストア。ほう、店だ。武器とか売ってるでしょ、これ。マネー。店にそのままマネーあっても使わんな、これ。セーフエリアに、なんか買える人とかいんのかな？それだったら結構このゲーム作り込まれてるよ。うん。無料ですからね、これ。さあ、こちらは？あーに、人間じゃない、ゾンビ。あー、動いた。オーラこれ、ヘッドショット決めていこう。動きがわからん、こいつの。よーし。うん。なかなか戦闘はちゃんとしてるっていうか。うん、ちゃんとしてるね、このゲームね。無料だから起動するまではもうどういうゲームかわかんなかったです。なんだなんだ。あ、来てる。ほっ。ダメージ食らってんのか食らってないのかわからんな、これ。自分。あぶね。ちょっと食らってるね。ちょっと待って。右の方にあんのが体力だよね。左になんだ、あれ。あ、体力じゃないな、あれ。水分ゲージと、空腹ゲージだ。ほう。あ、持てない。持てなくなっちゃった。リンゴ食って、
ここに人参セットして、これ何なんだ？武器？アーマースロット。ああ、アーマー、フラッグボムも持ってるんだ。で、ウェイトが今56分の10。あれ、全然余裕だな。全然余裕ですね。え、どういうことこれ。これ持てるでしょ。あ、持てた。まあ、まったりゆったりね、こういうゲームはやっていこうかなと。あ、ウォーター。37リットル？え、絶対これ持っといた方がいいな。37リットル。オーガナイズ。これオーガナイズってなんだろう。整頓みたいな。あ、これですね、私。正面からのアングル。すごいかっこいい。変えられるんかい。今この状態で変えられるんかい。あ、すげえかっこいいじゃん。おー、これは無料のやつだ。これとかどうやってアンロックするの？ゲットアイテム。ちょ、勝手にその購入とかなったら嫌だから。はい、結構あるね。レッグ、足。ヘアーも変えられる。あ、帽子かぶっ、帽子脱ごうか。ヘアーはね、やはりモヒカン結構良かったな、でも。うん。あー、これいいね、金髪。金髪かな、やっぱ。で、顔を変えていこう。金髪似合う顔はね、なんでこのみんな中年のおっさんみたいな顔しかないんだ、これ。あれ？でも中年の、こっち中年のおっさんっぽいけど、こっちがすごいイケメンになるんだよね。これなんか、いくつもの戦いをくぐり抜けてきたマリオみたいになってるけど。これもイケメンだね、普通にね。イケメンだよ、これ。これイケメンだね。こっち全然イケメンじゃないけど。これでいこう。いいね。いいね。ウォーター、ウォーター。ウォーターのこと忘れちゃったな。もういいや。持てないからとりあえずいいか。あ、パイプ、メタルパイプ、これ重要じゃない？あ、これ重要でしょ、絶対。持てない。え、これ。あ、スロットが足りないんだ、重量じゃなくて。そういうことか。スロットが足りないんだ。どうやってスロット拡張すんの、これ。拡張したいな。これ捨てて。どんどん捨てて効果いらないもん。これ捨てて、捨てて。野菜もいらん、いらん。よし。こういう重要そうなアイテムだけ持ってこう。こういうメタル系のやつとか。ネックレス。ネックレスいらねえか。まあいいや。重火器が落ちてたりはしないよな。これ何なんだろうね。これ何なんだろう。さっきからすごい撮ってるんだけど。武器か。ハサミになんか布巻きつけただけの武器。ほう。さあ、感染の中心エリアはここら辺だよね。もう一回マップを見てみると。そこか。この建物だ。なんかボス的なゾンビいるんじゃない？これ。もしかしたら。怖いぞ。これ動くでしょ。え、女、女、女。女がいい、女。顔怖っ。半分ドクロみたいになってる。来るな、来るな、来るな。あ、来るな。来るな、来るな、来るな。いじじ。あ、食らった時はちゃんと赤い、あれつくんだね。体力はどこなんだろう、一体。左下のやつは。あ、左下の人間の形してるのが体力で、その右が、喉の渇き。で、左が空腹。ってことだね。真ん中の人間の形が体力。そういうことか。まあ、使えそうなものは、ゾンビ？あ、ゾンビ。おい。声怖いから、あ、来てるわ。なんだ、こう、監獄？こっから感染拡大したのかな？ポリスって書いてあった、今。ポリスだ、ここ。はぁ、あ。警察の格好したゾンビ。結構いるな、ゾンビね。まずいの。まずいのは、これ。まずい、まずい。あー、ちょっと待って。すげえゾンビ呼んじゃった。あー、まずい。
来てる来てる。来てる来てる来てる。これ閉めらんない。閉めらんないか。まずいまずい。来てるな。あそこで止まってて。なんでブロッコリーここに置いてあんの？えぇ！かわす。いいかわしだ。いいかわし。ちょっといて。いて。離れなさいって。離れなさいってあんた。いた、おら。痛いから、こら。離れなさいって、これ。うら、こら。うら、こら。うら。よし。で、3番でバンドエイジ使おう。お、回復した。バンドエイジの予備もね、ないよ、全然。レンチ。布とかあるやつをバンドエイジにできたりするんだろうね、多分ね。すっげえ生きてんだけど。外出れねえんだけど。外出たいな。言い過ぎでしょ、これ。囚人みたいな格好、あ、これ警察か。OK、ここにいれば大丈夫だ。ほら。よし、一体倒した。あ、次の人来た。次の人来た。頭に的確に当てていく。よし、女の警察、ちょっと、待って。まずい、毒？あ、感染したこれ。自分感染したこれ。まずいな。感染したけどどうすればいいんだ？布巻いても治んないよね、これね。よし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 。感染しちゃったよね。ああ、キモい。すげえ動きできたやついた。銃火器ないか。ああ、注意。いぎ。まずいまずい。感染が 5% まで進んだ。これまずいな、どうする？これじゃあ、ディナー、昼食、ランチ食べるとこか。ドアは基本的に開けらんないのかな？うちょ！まずいまずい、まずい。いっぱい来てる。感染が 6% まで進んだ。一体どうなるんだ、これ。さあ、そんなわけで、このゲームなんて言うんだっけアフターマスだ。アフターマス。今5時22分なのかな？ゲーム内の時間で。ふぅ、まあ、アフターマス、最初はこんな感じで、進んでみましたけど、やった感想としてはね、まあ、つまらなくはないね。なんかこう、デッドアイランドを思い出させる。ね、デッドアイランドみんな知ってるかな？多分。そんな感じかな？デッドアイランド。うん。まあ、もっとね、こう、なんか、なんていうのかな、アイテム、まあ、もちろん日本語がね、ないんで、日本語が欲しいって言ってもね、どうしようもないと思うんだけど。まあ、ゲームとしては非常に面白いものではあると思うんですけど、やっぱりこう、クラフトとか見てもね、よくわからないよね。わかりやすいけど、このツールとか20個とか、メタルとか、ウッドモデットっていうのかわかんないし、まあ最初はみんなそうだと思うんだけど、ちょっと進めにくい気はするね。木とか、叩けば、ウッド出てくんのかな？そんな単純じゃないと思うんだけど。あ、いける？スペシャルツールが必要って書いてあるよね、ここに。特別なアイテム。ちょっとめっちゃ来てる。多分、斧とか、マッチエーテとか、そういう系のやつじゃないと、これは、無理なんだと思いますね。これはなんていうか、一人でやるゲームじゃないような、気がするね。うん。アフターマス。無料なんでね。まあ、一人でやってみても、まあ、銃とか手に入れられれば、十分面白いと思いますし。うん。私はちょっとこれ、実況を続けていくかどうかはわからないですね、一緒にやっていく人がいればいいんですが、基本的に一人プレイなんでね。うん、まあ、こんな感じで、アイアンナックル、手に入れた。クラフト銃作ってみたいけどね、こういうのとかね。
これマシンがあるよね。これね、SR。作ってみたいね、こういうの。そんなわけで、今回はここまでにいたします。まあ続けていくかどうかはちょっと、まあいろいろ攻略とか見つつ、まあ、やれたらめっちゃビルあるぞ、あそこ。すげえビルある。あれ気になるな。あれ行きたいな、普通に。感染進んでんだけど、これどうすればいい？そんなわけで。まあ、ちまちまやっていこうかなと。更新頻度はあんまり高くないかな。うん。まあ、ビルとかね、あそこにあるんで、ちまちまやっていければなと思います。そんなわけで、おー、ここですね。ご視聴の方ありがとうございました。次回の動画もお願いします。